今日の中入りは、恒例ですね、新入幕&新十両コレクションをお送りしました。海坊主さんが大暴れということでありましたけれどもね。大変ですよ、本当に皆さん気をつけてくださいよ。ね、いろいろね。いろいろ気をつけてください。テロップでも紹介をすることにいたします。新入幕の力士と新十両の力士たち。おっとっと、おっとっと、おっとっと、ポロリ、危ないポロリ。はい、ということで新入幕と新十両の力士たちでございました。おっとっと、おっとっと、ポロリ。上相撲コレクションの後にはこれがね、はい、これはなかなか大変ですからね。まあこの力士たちの応援、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。まああの交流会で作られた力士もね、早速新十両に入っておりましたが、全国の交流会をするためにはということでですね、皆様からのご支援もお願いしております。視聴者ファンディング引き続きよろしくお願いいたします。幕の内の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲。平成27年11月12月場所、これより2日目幕の内の取り組みであります。高尾さんに千歳ソードマン、西方高尾さん、西前頭14枚目、東京都出身春日部部屋。東方千歳ソードマン、東前頭16枚目、千歳出身千歳部屋。これより幕の内の取り組みであります。引き続き実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。幕の内の相撲が始まります。千歳ソードマンがやや心配な状況です。引退ルールがあります。休場明けのこの場所、3連敗すると引退ですからね。休場明けちょっと自分の相撲ができてないですね。休場明けの場所です。0勝1敗ソードマン、高尾さんは1勝0敗です。幕の内の相撲です。制限時間いっぱい、よしみやっていきょう。ぶつかりました。足をかけるのは高尾さん、繰り返すのはソードマン、押し込む、ソードマンが出るか、ソードマンが横を取った、残すのは高尾さん、土俵際押し出しは千歳ソードマンの勝ち。なんとか初日を出しました。ただいまの決まり手は送り出しで千歳ソードマンの勝ち。まずここで一つ取ったことで、なんとかまたどうですか、勢いを掴んでほしいですね。まずは一勝ってところですよね。まあ、3連敗ではなく、これでまた5連敗で引退という状況に少し緩和されますからね、一つ勝つことで。ソードマン勝って1勝1敗、高尾さん敗れて1勝1敗です。淡路島新鮮魚の海に竹里団地デッキ、西方淡路島新鮮魚の海、西前頭15枚目、兵庫県出身西日本ハンバーガー協会部屋。東方竹里団地デッキ、東前頭14枚目、埼玉県出身春日部部屋。さあベテランと若手の一番です。淡路島新鮮魚の海、初日白星スタートです。いい相撲でしたよね、内容もね。そうですね、まあ下がりながらではありましたけど、はい、相手は竹里団地関、1勝0敗です。こちらもベテラン33歳。まあ、ベテランと若手の構図というのがね、序盤多そうですね。そうです。どうしました？いや、何かありました？ベテランと若手のがありそうですねって言って、コポ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 コってお茶を入れてるのがちょっとシュールで面白かったんですけどね。いいじゃないですか。カフェ山田をとうとう放送中にしだしてるっていうね。
ねえ、うん、あ、エリームさんありがとうございます。こんにちは、間に合ったって、ありがとうございま す, いますエリームさん、あのカスカブで来てくださった方です。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、間に合ってくれてよかったです。ありがとうございます、ね、書いてくれるって言ってくれたんですよね。ありがとうございます。お茶コポコポ入れてます。大丈夫、すいません、はい、あの後咳ごほごほになってしまいましてすいませんさあ、竹里団地席と淡路島新鮮魚の海です。制限時間いっぱい、両親やって、今日のぐらいぶつかりました。のぐらいのぐらい間浴びせていってどうか。淡路島新鮮魚の海、淡路島新鮮魚の海に軍配、物言い、物言いが出ています。勝負審判元横綱タックです。確認しましょう、はい、これ際どいですよね。あの腕の引っかかり方、やっぱ死にたいにはなってるかなというところなんですよね。でもついてない、そうそうそう、ついてない、ついてないですね、はい、大丈夫ですね、はい、考えてみていいですか、はい、ちょっと落ち着いて考えてみます。一杯飲んで落ち着いて考える、どうですか。新鮮を飲みですね、はい、そうですね、はい、この紅茶も新鮮だったんで、紅茶新鮮っていうのもあるただいまの競技についてご説明いたします。紅茶新鮮だってあんま聞かない教授軍配は淡路島新鮮を飲みに上がりましたが、一杯飲んで考えた結果も含めて淡路島新鮮魚の海の手がついていなかったので軍配通り淡路島新鮮魚の海の勝ちといたします。淡路島新鮮魚の海ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して淡路島新鮮魚の海の勝ち。入れたての紅茶飲んでこの紅茶新鮮だなっていう人いないっすよ。タックウィング、どこの世界にいますか、この紅茶新鮮だなって。新鮮なんですよこれ。いや、言われてもわかんないしね、誰も飲んでないんでね、その紅茶が新鮮かどうかっていうのもね。アップルティー、うん、アップルティーが新鮮だと、はい淡路島新鮮魚の海2連勝、敗れて竹里団地的が1勝1敗となっています。湘南トカゲにハッピー新潟、西潟湘南トカゲ西前頭13枚目神奈川県出身神奈川部屋、東方ハッピー新潟、東前頭15枚目、新潟県出身ほぼピン部屋、ウェディビチン、ウェディビチン、湘南トカゲが幕内通算50勝まであと1つなんですけど、足踏み状態が続いています。初日ハッピー新潟黒星のスタート、こちらも心配ですね。そうですね、引退ルールありますから、まあ、休場明けです。3連敗すると引退、一つ勝っておきたいところ。ちょっとねこのベテラン陣がね、下に下がってきて、そして勝ててなくて調子良くなくてっていう中でのところですから、ちょっと頑張ってまずは一勝でも多くしてほしいですよね。タイムライン上館内焼きみりもさんありがとうございます。新鮮な紅茶ありがとうございます。ありがとうございますくださってますよタイムライン上で今度ツイキャスとかでもどうですかね、新鮮な紅茶ってあの投げられるやつ、ね、そうそうそう、スイって入ってくるやつです ね, ねかぼちゃとかね、あのハロウィンの時ありましたから ね新鮮な紅茶とかもあってもいいんじゃないですか。お茶はあるけどね、うんうん、だから新鮮かどうかはポピュラーじゃないですからね。さあ土俵上、制限時間いっぱいです。よしみやって今日のぐらいぶつかりました。浴びせ倒しは湘南トカゲです。幕の内通算50勝達成、ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して湘南トカゲの勝ち。今日は綺麗に浴びせが決まりましたね。そうですね、ハッピー新潟2連敗ですね、後がなくなりました。ちょっと厳しいですね、もう前に出れることもなくね。そうですね、休場明け3連敗すると引退だけに、ハッピー新潟は非常に厳しい状況の34歳。湘南トカゲ勝ちましたのでインタビュールーム来ていただくことにいたしましょう。野田 R2D2 に丸山主、西方野田 R2D2 西前頭16枚目千葉県出身春日部部屋、
東方丸山主、東前頭13枚目、札幌出身タックベア。迷子であるオープンヌ。土俵上丸山主と野田アル 2D2 です。放送席、放送席、幕の内通算50勝達成、湘南トカゲ関です。おめでとうございます。ウェビジン。なんかちょっと哀愁漂ってません？やっぱり俺はあの見る角度によって哀愁漂う。なんかあの燃え尽きたボクサーみたいになってますけど。こっちの角度はそうなる。50勝達成ですね。角度変えてくれ。どうすればいいんですかね。50勝達成。やっぱりちょっと哀愁。今日の相撲も自分の相撲できましたね。まあ見せていきましたね。決まった瞬間どんなお気持ちでした？ウェイビジン。このワイドビジョンもかなり板についてきたところかと思いますけれども、真似する方も多いみたいですよ。私の周りにはいませんけどね。子供たちがもう真似してるみたいですよ、ワイドビジョン。ワイドビジョンって言ってにガブリ寄ってくるんですか？ただあの質問が届いてまして、はい、この湘南トカゲ関がワイドビジョンって言ってるんですけど、はい、よく見たらこれあの四角正方形ですねって言われてますけど、ウェイビジンウェイビジン、むしろ4対3なんじゃないかっていう噂がありますけど、ウェイビジンウェイビジン。放送席どうぞ。あーで最後いいですか、もう一言、あのぜひ神奈川の皆さんに一言お願いします。4対3とか16対9とか関係ねえんじゃ、50勝達成じゃ。放送席どうぞ。幕の内通算50勝、湘南トカゲ関でした。よく見たら四角ですね。そうですね、あの冷静に言われるともう元も子もないですけども、まあよく見なくても正方形なのはもう前からそうなんですけどね。ね、ワイドじゃなかったんですね、あれ。ワイドではないですね。ね、まあ、言いたいだけなんです。ね。ワイドビジョンに憧れてるだけなんで、あ、そういうことなのかもしれないですね。そうなんです、ね、ちょっと哀愁ありますもんね。そうですね。丸山のシード表情0勝1敗、野田アル 2D2 1勝0敗です。制限時間いっぱい、よしみやって共演のぶつかりました。押し込むのは野田アル 2D2、 おっと引いていったかどうか、残したかどうか、際どい相撲ですが、相撲は続いています。野田アル 2D2 が前に出ようかというところ、土俵際です。土俵際押し込んでいくのは野田アル 2D2 だが、小手投げは丸山主、土俵際粘るが、後ろもたれは野田アル 2D2 です。物言い、物言いが出ています。タックイン、勝負審判元横綱タックです。確認です、あそこですよね。ついてますね。ついてますね。ついてましたね。ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は野田 R2D2 に上がりましたが、取り組みの途中で、膝が先についており、軍配差し違いで丸山主の勝ちといたします。丸山主、ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで丸山主の勝ち。ついてましたね。いやー、ついてましたね。リプレイ映像があったからこそのという感じがいたしますね。丸山主勝って1勝1敗、野田 R2D2 は残念ながら敗れてしまいました。1勝1敗です。御殿場猫にゃんに清水ロケット、西方御殿場猫にゃん、西前頭10枚目、静岡県出身アンビックベア。東方清水ロケット、西前頭11枚目、清水町出身清水町ベア。3 2 1、どうしていつも上がるとき静かなんですかね。そうですね。ね、あの下町清水ロケットは。いや、下町清水ロケットではないです。清水プライドとかでないんですよ。違うんですか。清水品質とかじゃないです。違うんですか。はい。あ、そうなんですか。あのもうなんかそれだと清水町がなんか下町だって言ってる言い方にもなるんですけどもね。確かにドラマありますけれどもね。まあね、あの、まあ、清水町だとあの辺だって、大気町だったりもね、ロケット頑張ってますからね。
下町かどうかって教えてください。何町なんだろうね。何町なんでしょうね。お試合になるか、その答えはこの相撲で出てくるかもしれません。制限時間いっぱいです。両者決まって、両者決まって、決まってた。何すかそれ、新しい両者決まって見つかりました。何が決まったのか。押し込むのは清水ロケット、土俵際打ち上げた御殿場猫にゃんだが、押し出しは清水ロケットの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して清水ロケットの勝ち。この一番で清水町が何町か決まるって言うからですよ。それは映りますよ。そしたらなんで行事が突然行事決まって。何を促してんすか、土俵の上で。決まってくれないと困るですよ。何町かね。その結果早く決まれと。本当に本当にね、どんな行事ですか。両者決まって、シリーズロケット2連勝です。結局何に決まったの。結局決まってないじゃないですか。2連勝は御殿場猫には2連敗となっています。桜地バッタに鶴ヶ吉、西方桜地バッタ、西前頭9枚目、鹿児島県出身、鹿児島部屋、東方駿河吉、東前頭10枚目、静岡県出身、アンビック部屋。結局だから決まってないじゃないですか。清水町が何町かは決まらないままじゃないですかね。え、うん、豪快に押し出しましたけどね。そうですね、決まりましたけどね、きちんとね。そういうの促すやっぱり役なんですね、行事はね。行事はね。ねえ。きちんと決まれと。うん。駿河吉0勝1敗、桜地バッタ1勝0敗です。押し込むか、桜地バッタ。駿河吉は引き技もあります。制限時間いっぱい。よし、やって、今日のね。ぶつかりました。今日も前に出るのは桜地バッタ。押し出しました、桜地バッタの勝ち。ただいまの決定は押し出し。押し出して桜地バッタの勝ち。今日も押しが決まって2連勝。いや、今場所の桜地バッタの押しは切れてますね。ねえ、はい、ねえ、親方もだから頑張ってねえ、うん、あの佐竹親方もね、そうですね、期末テストの勉強ねえ、はい、頑張ってるから、桜地バッタも頑張ってるから、稽古してるから、こうやってね、そうですね、あの前に出る相撲がね、はい、板についてきたわけだってね、うん、ねえねえ、両者決まって、両者決まって両者決まっちゃダメなんじゃないですか。鶴ヶ吉は2連敗となっています。一式込みに与一山。西方一式込み、西前頭8枚目、静岡県出身、アンビック部屋、東方与一山、西前頭12枚目、与一町出身、大久海部屋。メンチ切ってんじゃねえよ。一式込みは相手のなんていうんですかね、そのアピールも かぶせてきますね。かぶせますね、うん、合体技できますね。両者決まってますね、これね。そうですね、うん、そうですね、そうですね、ではないですけどねそうですね、じゃないな、うん、一勝零敗与一山、一式込みは0勝1敗です。浴びせの与一山と押しの意識込みです。制限時間いっぱい、よしみやって、今日のね、ぶつかりました。小手投げがあるぞ、小手投げ、意識込みの勝ち。ただいまの決まり手は小手投げ、小手投げで意識込みの勝ち。鮮やかに決まりました。完全にしないで投げていきましたね、これね。そうですね、はい、意識込み勝って1勝1敗、与一山敗れて1勝1敗です。備前焼きに一式はじめ。西方備前焼き、東前頭12枚目、岡山県出身、ほぼピンベア、東方一式はじめ、東前頭8枚目、静岡県出身、アンビックベア。桜地バッタも期末テスト受けてるみたいなイメージっていうことですけど、
そうですね。ねえ、はい、まあ、これはこれで技量審査ですからね。そうですね、もう毎回毎回がもうテストみたいなもんですからね。そうなんですよね、はい、これがだから本番なんだからね。そうです、毎回毎回稽古することによって、はい、まあその結果がこの場で試されるわけですからね、はい、そうですね。だから横綱っていうのはもうね、はい、言うならばもうねめっちゃ勉強してる。そういうことですよね、はい。おもむろにも横座っていうのを、ね、勉強してるっつって、ええ、一息入れてやめてください。なんかめっちゃ努力してる人の話をしながら一息つくのやめてくれません。これ何なんですかあなた。しんどいんすよ。もうね、あの、いや、いや今日総集編しようって言ったじゃない。そうっすね、本当は二人ともそんな体調良くないんで、今日もねちょっと初日二日目休んで、もう総集編でいいんじゃないかっていう話してましたけどね。でしょ、はい、うん、すいませんね、なんかね、うん、お聞き苦しい声で申し訳ないなと思いますけど、さあ備前焼き一勝零敗、一式始め零勝一敗です。押し合いになるか、制限時間いっぱいです。よしもやって今日のぶつかりました。押し込むのは備前焼き、打っちゃるな、一式始めだ、打っちゃっていく、土俵際残している、残している、体を入れ替えにくらい式始めだが寄っていってどうか、際どい。備前焼き、備前焼きに軍配、物言い、物言いです。タッグ勝負審判、元横綱タック羽ばたおしですね。え、羽ばたおしじゃないですか。そうですね、なんで見せないんですか。いや、こっちから見ても同時でしたね。同時ですね、このアングルじゃ分かんないですね。このついた瞬間に二人ともついたんですよ。そうですよね、はい、取り直しましょう、取り直しましょう。ちょっと考えてみていいですか。一息ついてね、一息ついて。なんか今あなた飲んだ時に何かカンって落ちましたけど大丈夫ですか。ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は備前焼きに上がりましたが、両者足が出るの同時と見て取り直していたします。取り直し、羽織を脱がないでください。何なんですかね、あの人の自由さは。まあ人のことは言えないですけど、自由さは。あなたも大概っすよ。そのこと言えないですけど、あなたも自由っすよ。本当にコポ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 お茶入れて。お茶ないな。制限時間いっぱいです。よしもやって今日はぶつかりました。なない潜り込むな、意識始め、なないまた土俵際です。なない今度はどうだ、今度もどうだ、なない出し投げを打っていっているが、なない備前焼きの足はどうか。意識始め、意識始めに軍配です。ここは物言いはつかないようです。ただいまの決まり手は、うっちゃり、うっちゃって、一式始めの勝ち。一式始め残っていました。一式始めも危なかったんですけどもね、手つきそうな状況なんですけども、先に備前焼きが行きました。だからもう勇むような感じになりましたね。そうでしたね。勝ったのは、一式始め1勝1敗としました。敗れて備前焼き1勝1敗です。高畑不動明王式神、残機に中島宮城。西方、高畑不動明王式神、残機に西前頭7枚目。東京都出身、ほぼピンベア。東方、中島宮城、東前頭7枚目。静岡県出身、アンビックベア。中島宮城、0勝1敗。残機に、高畑不動明式神、残機に0勝1敗です。潜り込むか、残機に。豪快な技、投げなどもあります中島宮城。制限時間いっぱいです。よしみやって今日のぶつかりました。のぐ潜り込んで投げ打っていくな、中島宮城、上手投げ、中島宮城、中島宮城の勝ち。ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで中島宮城の勝ち。豪快に決まりました。投げていきましたね。中島宮城勝って1勝1敗、残機に敗れて2連敗です。青山イルカ池にナース藤曲がり、西方、青山イルカ池、東前頭11枚目。愛知県出身、愛知部屋。
東方ナース藤曲がり東前頭6枚目静岡県出身アンビックベア。幕内前半最後の一番です。ナース藤曲がり1勝0敗青山イルカ駅1勝0敗で押し合いになりそうな感じ。初顔です。幕内前半は最後の一番、制限時間いっぱいです。両親やっていけ、ぶつかりました。浴びせていったのおっと、ナース藤曲がりですが間を抜けてしまったようです。青山イルカ駅の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として青山イルカ池の勝ち。いやちょっとごめんよみたいな感じで、ええ、体の間をすり抜けてきましたね。そうですね、はい、こういうことにもなるんですね。くっついてますけどね。あらあら。青山イルカ池が2連勝、ナース藤曲がりは1勝1敗です。牛乳パックで神相撲実況中継、平成27年11月12月場所の2日目の取り組みをお送りしています。さあこの後の取り組み紹介しましょう。まあなんといっても連勝記録です ね、 そうですね。これはね、湘南の風14連勝なるかという今日の土俵です。カスカビアンに御殿場富士三世、大平川山に金太郎侍、陽沢スクリームに富士の牛島、小結銀屏風に同じ小結福島富士桜、関脇魚雷イルカ池に備前長船と続いてまいります。さらにヨット丸に関脇ティコツーミ、大関後楽園に夢の富士娘、ドスコイ静岡に大関とっかり大将、横綱湘南の風14連勝の相手は東くんです。結びの一番は横綱白石島に江戸緑が挑みます。湘南の風どうですかね、14連勝。いやーでもここまでいったらもう行ってもらわないとね、相手が誰であろうと勝つっていう気迫を見せてほしいですね。歴代1位タイなるかというこの後の大一番です。どうぞご期待ください。この後後半戦です。